こんにちは。今日は、ちょっとすいません、2日ほど空いてしまいましたが、王の時代、新年に入っていろんな変化がありました。今日は、チャンネル登録をしてくれた方たちが100人に達したので、ありがとうございます。ありがとうございます。気づくと100になってて、ちょっと感動しました。第3巻が発売になったので、それでちょっと登録してくれたかな？本当にありがとうございます。で、今日は何のお話しようかなと思ったんだ。動画についてちょっとお話しします。3日ぐらい前に、ちょっとお友達がいろいろあって、ソの話とか王の話をしてて、私の動画を24時間かけっぱなしにするって言ってくれたんですよ。何言ってんの？この子大丈夫？とか一瞬思ったんですけど、私もちょっと彼女に見習ってやってみようと思いました。そしたら奇跡が起きたんです。ずっと待ってた奇跡が起きたんです。ちょっとこれは驚きました。で、自分の動画を見てくださいっていうのはすっごい恥ずかしいんですけど、やっぱりいろんな、ちょっとその話をここ2、3日ずっとしてて、で、他の方からも季節気があったっていう報告が上がってて、やっぱり王のエネルギーってすごいんですよ。王の時代って、その時代と違って、やっぱり嫌なこととか悪いことってあんまり来ないんですね。だから自分がこう進む道が素直に進んでいけたり、できないことが分かるようになったり、できるようになったり、いろんな変化が起きます。だから、その王のエネルギーを一生懸命こう配信してるので、動画を見ないで音を聞かなくてもいいんですよ。単純にパソコンでぐる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 つけといてくれるだけで状況が変わります。今日は歯医者さんで、動画をかけながらずっと音出さないで、画面見せないで、動画ずっとかけて歯の治療してたんですよ。さあ、お医者さんに「春菜さん、虫歯がない！」って言われて、今まで私虫歯がなかったこと一度もないんです。虫歯だらけだった人なんですけど、そんなにすごい一生懸命歯磨いてるわけじゃないんですけど、初めて虫歯がなくて先生に褒められました。ちょっとこれは私にとっては奇跡なんですよ。もうちょっとすみません、ささやかな奇跡で。でも奇跡って、こう報告をいただいて、こう皆さんにお話ししたいんですけど、本当に極めてプライベートのことしかないんですね。こうみんなに言えるような奇跡ではなく、ごめんなさい、例えば目が見えないのが見えるようになるとか、そういうことでもないですよ。キリスト様みたいなことはできませんよ、私には。ではなく、自分の中で止まっていたこととか、困っていたこと、こういったことが動き出した、変化を起こした、自分では大きくこの変化することができなかったことが、この動画のエネルギーをこう出していることで、変化が起きたっていうご報告をいただいてるんですね。ちょっと言えるのは、例えばもうパソコンをいじってて、そのあるそのファイルをお渡しして、それを開いてもらうのに開けない、なぜかそれが設定できないっていうことを2人でやり取りしてて、で、私が動画の話をした時に、で、彼女が電話を切った後、そうだ、動画をつけてみようと思って動画をつけたんですって。で、次の瞬間、あ、もしかしてと思って、パソコンをいじってファイルを開いたら普通に開けた。これ当たり前なことかもしれないんですよ。こんなもの開けなかったのがおかしいだろうってみんな思うかもしれないんですけど、もう開けない人はね、必死にね、もうどうしよう、これ開かなかったら仕事にならない、どうしようみたいな気持ちになるわけですよ。だから、このパソコンがファイルを開けたっていうことは、彼女にとっては奇跡なんですよね。私もその歯医者さんで虫歯がなかったのは奇跡だし、あと歯医者さん空いてたんですよ、いつもめちゃめちゃ混んでるのが。それとか、いつもわわわわ言ってるのが静かで、恐怖もないっていうかね、歯医者さんの中で。これはちょっと歯医者さんの中すごいなって、今日の私の奇跡ですね。昨日はもっとすごい奇跡がありましたが、
爆弾低気圧がね、ちょっと行ってくれたんで、あっちへ良かったなって思っています。これはちょっといろいろ言うにはちょっと恥ずかしいものがあるので まあセミナーやなんかがあるんであれば、ちょっとお話したいなと思います。あとは、お話できる奇跡、今までできなかったことができるようになって、自分がすごいなっていう、自分を褒めてくださいってことをよく私は言ってるので、自分を褒めることができなかった人が自分を褒められるような出来事があったっていうこととか、あとはもうちょっと言えないようなことですね。人様には言うべきではないような内容を報告いただいたりとか、こういうことが続くと、やっぱり、やっててよかったなとか、もっと頑張らなきゃとか、実は今、もう3時過ぎてるんですけど、いや、やっぱ頑張って、今から動画撮ろうと思って ちょっと支度して出てきました。で、今着てるこのピンクのこのお洋服、私この色大好きなんですよ。で、ここ何年もこの色って出なくて、売ってなくて、売ってても着れるサイズがなくて、もう本当にピンクないなーってずっと思ってたんですね。そしたら昨日ユニクロでこれ見つけて、思わず3枚買ってきちゃったんですね。ちょっとブカブカなんだけど、私ブカブカなのをズルズル着るの大好きなんですよ。こうやってズルズルって着るのが。ちっちゃいのようにね。だからちょっとこれも私の中で奇跡ですよね。もう何年も何年もこの色がなかったのが、この色、このピンクのこの何て言うんですかね、この間の動画で、人がこれから使う色はパステルカラーですよってお話したじゃないですか。これパステルカラーじゃないですか、この色。これと出会ったっていうのは私の中ではもう本当に。服って毎日自分が目にするものじゃないですか。だから自分の気に入る色があるっていうのはすごく心が満たされますよね。で、例えば自分にないからオーダーメイドで作ってください。この色でこういう素材でっていうのがね、これからの王の時代ですけど、ここの段階まで行くと、まだちょっとこうね、年月必要ですよね。だから、ユニクロで売ってたら、もうこれは私にとっては奇跡かなって 昨日の出来事です。私実は一昨日の夜から自分の動画24時間流し始めたんですよ。すべて再生してね。で、一昨日の夜で昨日にそんないろんな奇跡があって、普段だったらできないような工程、ちょっと無茶なこう工程を入れて、すべて行事が終わって、いや、これできた、やっとできた、こんなことができたみたいなね、ことが昨日はありました。で、の中の一つで、ひょっと寄ったユニクロで見た、池袋のユニクロって駅の中にあるんですよ。で、何気なく、ユニクロさんなんかあるかな、でももう私、今年の服は買ったよなとか思って、ちょっと見ちゃったら、あったんですよ。で、感動して、思わず3枚買ってしまったんですが。皆さんも衝動買いは二重丸なんですね。今日衝動買いというテーマにしようかな。なぜ衝動買いがいいかというと、本当に欲しいもの、今まで欲しくて欲しくて欲しくてしょうがないけれど、買えなかったもの、これが目の前にやってきて買うっていうのはすっごくいいことなんですよ。で、これが王の思考であり、エネルギー。アウトプットのエネルギーですね。インプットっていうのが総のエネルギーで、アウトプットっていうのが、王のエネルギーなので、自分の中のものを出す、お金を出す、言葉を出す、いろんなものを出すっていうのはすごくいいことなんです。で、たまればたまるほど、体の中にペーね、体、皿と書いてペーとか読みます。ペーの中にたまってっちゃうんで、ペンにひびが入ったらどうなりますか？私散々本に書いたんですけど、社会的？貧乏症ですよね。お金を失ったりね。体が傷ついたり、心が壊れたり、仕事が忙しくて、働いても働いてもお金がたまらなかったり、こういうことが起きますよね。だから、自分の中にあるものをどんどん出す。出すことが大事です。で、勘違いしないでほしいんですけど、借金してまで出しちゃダメですよ。
ねえ、自分ないのに、出した方がいいんだろうとか言って、借金して、まあ、リボにしたり、キャッシングしたりして出すのは、ちょっと違います、これは。王の時代のことではなく、そうです、これは。そのエネルギーになっちゃいますね。じゃなくて、入ってきた目の前にあるものを出していってください。手元にあるものを出してください。ね、ないものは出せません。で、手元に入ってこないっていうのは、ものが多いんですよ。私ももともとちょっと生態系のことをしてたので、仕事としてはいろんな道具があるんですね。でもう使わなくなってて、実は自分の経絡を使う道具たくさんあるんですけど、これ使わないんだけど捨てられないんですよね。もうこの自分がね、ダメだなって思いながら、じゃあ自分がこの一生涯これを使うのかって言われると、いやー使わないだろうなと思うものたくさんあるんですね。でもそんじゃあ、その思い出も含めて全部捨てられるかっていうと、捨てられないですよね、まだね。ここは皆さんすごくよくわかります。私もわかります。だけども、最終的に捨てられないものはちょっと置いといて、今捨てられるものはあると思うんですね。例えば、ちょっと考えてほしいんですけど、タオル。タオルって、ちぎれるまで使うようなところが日本ってありませんか？ だけどもうね、雑巾みたいなもので顔を拭くのはやめてほしいんですよね。肌が傷つくっていうかね、やっぱりね、タオルは柔らかくて、ゴワゴワしてないもので顔を拭いてほしいんですよね、個人的には。私ちょっと化粧品売ってる人なんで やっぱ肌のこと気になります。で、アウトプットプットしてくださいっていう話の中にちょっと混ぜますが、見たもの自分だっていう話をよく私するじゃないですか。見えるものは全部自分なんですよ。例えば、こういう、うち毛布とかブランケットで患者さんの治療をするんですが、そのブランケットが貧しい、そのみすぼらしいと、やっぱり来た方たちも心がちょっと寂しくなるじゃないですか。だから、こう、もふもふの気持ち、あったかいのをあえて使ったりとかも、これ毎年買い替えるんですけど、やはり心ってそのものによって支配されている部分もまだまだあるので、例えばこれがもふもふの毛布をね、ふわっとかけられるのと、10年以上使った古いせんべいのようなね、あんまり暖かくないような毛布かけられるのでは全然気持ちが違うんですよね。だからタオルも雑巾みたいなね、タオルとかバスタオルを使うのではなく、家にある新しいのを下ろしてください。あとはタオルね、500円だけど、私大体500円のタオル買ってくる、まあ、1500円ぐらいのタオル買ってくるんですけど、1年間で使うとね、月に150円もしない感じなので、やっぱお客さんがね、自分がちょっと気持ちがね、喜ぶような、タオル買ってきます。お正月はいつも毎年ね、新しいタオルで新年迎えるんですけど、私ローラーシュレが好きなんで、ローラーシュレの花柄の可愛いタオル買ってきたりとかしてたんですけどね。だからこれはその人の感性なので、自分の好きなのでいいんですけど、やっぱりその古いのは雑巾にしてあげて、まあね、ありがとうと言ってお掃除に使ってください。で、出すっていうのは物を使う、そのなくすというのもアウトプットなんですよ。だから部屋中にその箱が置いてあったら、箱を全部潰してきれいに畳むとか言うんでもいいんですけど、やっぱり箱も使い道がないんであれば、段ボールをそのリサイクルに出すことによって再生するわけですよね。箱を取っとく人多いんですよ。箱を捨てられない人多いんですよ。だから箱の話になったんですけど、あと服ですよね。服を捨てられない方も多いんですね。でも、10年も20年も前の服重いし、いろんな念が詰まってるんですよ。だからこの念をずっと取っとくっていうのはいかがなもんかなっていつも思います。私はいつも毎年必ず新しい服にして、着古してしまって、必ずありがとうって言ってリサイクルに出すんですけど、あんまり古い服は持ち続けてないです。はい。あとはアウトプットっていうと、情報を出すっていうのもありますよね。
こうやって自分で話して情報を出すとか、あの情報ばっかり入れる人いるじゃないですか。これはそのエネルギーなので、情報を入れるばかりというのはあまりよろしくありません。今日は、情報を出す、まあ、動画エネルギーで王のエネルギーを出してますよ。だから動画をあの音出さなくて画像見なくていいんです。ただ単にエネルギーだけこう出しててくれれば、流してくれれば、このエネルギーによってその家の人たちがみんなが家族が変わっていく、これを実感してほしいなと思いますね。だからあの自分の部屋のパソコンをつけて、その私なんかは、バスタオルかけてます自分の見てるの恥ずかしいからあの映らないようにバスタオルかけてますけど、これで音も消してるんですけど、でも体が軽いんですよ、すごく。で、普段だったらもうずっと連続して仕事してるんで、もうパタッと倒れて途中で2時間寝てるんですが、まだ元気でやってられるっていうのは、波動療法なのこれはってちょっと思ってます。だからあの皆さんもちょっとね、ただなんでね、 YouTube 回してるだけって、パソコンで回してるだけって。でホームに行くと、あの全て再生っていう言葉が載ってるんで、ホームから全て再生を押すと、ただただもう全部再生されてきます。で再生してるうちに、なんとなく気になることはこう言葉で、ね、私4にしてるんですけど、4とか7とか、まあ、小さな音にしてるんですけど、たまにこうふっと聞こえてくると、あ、こんなこと忘れてたなと思ってみたりね、自分を振り返るのにも使ってます。今日は、アウトプット、ね、出す、で動画で王の時代のエネルギーを出すっていうことをお話ししました。またね。この距離でどうやって、よいしょ。